はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんにちは。Dのんちザワイズです。はい、今回はサイレントの第6話について話していきましょう。ね、音のない世界は悲しい世界じゃないというタイトル、ね、ついてましたね。いやー、サイレントすごい。今回はね、カホさんがね、素晴らしかったですね。いや、カホさん昔からいいんですけどもね。今回はね、学生時代のカホさんと現在のカホさんとね、カホさん31歳、全然もう学生大丈夫というか、もうすごいね、いいね。やっぱね、俺カホさん髪長い方がね好きだな。だから学生のカホさん良かったですね。キラキラしてましたね。いや、今回もね、非常に切ない、非常に切ない。全員がこうね、幸せになってほしいんですけど、全員が絡んでて、こうもうどうにもなんない状態になってきましたね。ねえ、これどうなっちゃうんだろう。ねえ、これは、まあ、今回はとにかくもう、カホさんのね、演技がすごかったな。ちょっとこう、川口春奈さんが、ちょっとかすんでしまう感じでしたね、今回はね。いやー、すごい。生まれてからね、ずっと音がない世界で生きてきたカホさんがね、こう電話をするシーンみたいなね、あれは夢なのかな。あ、でも最後、そうそう、電話か、蓮か、目黒蓮さんからのね、こうね、電話にこう出て、耳にこうね、スマホを当てるみたいなね、シーンね、こう、いやー、カホさんと川口春奈さんのね、このシーンもちょっとこう辛いものがありましたね。ね、川口春奈さんは目黒蓮さんのね、この曲、あの曲じゃない、あの声をね、聞いたことがある。一方、カホさんの方はね、今まで一回も聞いたことがないっていうね。いやー、そして本当はね、カホさんもカバンを持ってたけど、カバンを持ってたね、手話ができないっていう感じのシーンですよね、あれのとか。あと、手をつないんだらこうちょっと手話できないみたいなのとかね、いろんな不便があるというかね。いやー、今回のはな、もうなかなかのこう、いやー、もうとにかくサイレント見てない人は1話から全部見てほしい。もう今季ナンバーワンじゃないですか、これ。いやー、すごい。皆さん、そうだね、桜田ひよりさんとね、西毛さん、この親子のね、シーンも良かったな。もうみんながすごいんでね、もうこう、なんて言うんだろう、穴がないというかね。これぜひ皆さん見ていただきたい。来週も早く見たい。はい、そんな感じで。それではまた。バイ。